どうも、大西ハリソン筋金だ。今回は俺のキャラクター紹介動画ということで気合が入っているぞ。ぜひ俺のことを知ってもらいたいと思う。ということでゲストの方どうぞ。にゃー、にゃくてとだにゃ、どうもよろしくにゃ。ということで今日のゲストはこの猫だ。よろしく頼むぞ。にゃー、猫じゃないにゃ。なんだこいつ、本当にこんな奴がゲストなのか。いいから早くやるにゃ。会話が難しそうだな。まあいい。それじゃあ開始だ。それではこれから大西ハリソン筋金のキャラクター紹介動画を開始させていただくぞ。まずは大西の簡単な紹介をさせていただく。大西ハリソン筋金はパワプロ99に初登場したキャラクター。当初はプロペラ団の参加であるアンドロメダ学園高校のエースとして登場したな。アンドロメダ学園自体はパワプロ5から登場したチームだが、その時大西は存在しなかったな。へえ、意外だな。パワプロ9に登場した頃は、我ら女神に最強の力を与えられしたもの、と言って、勝利、と人間性を失ってるようだな。しかも最後の夏に登場した頃は、帝王実用を10対0で破り圧倒的な実力を見せたな。めちゃくちゃ強いんだな。それじゃあこれから大西の能力を見ていくぞ。大西の能力はこんな感じだ。左投げ左打ちで最高球速151キロを記録し、4方向の変化球。低いコントロールと高いスタミナが特徴だな。しかもパワプロアプリに登場した別バージョンではさらに強化。もしかしたらパワプロアプリで一番強い選手かもしれないな。打撃面も何もかも有能。どうなっているんだにゃ。それじゃあ次に大西が登場した作品を見ていくぞ。大西は怒り世代のキャラクターでパワプロシリーズではラスボスとして登場する存在だ。パワプロ99とパワプロ9の頃は人間性を失っているような、回、を彷彿させる選手。能力と見合っている設定が存在しているな。確かに見た目も何もかも機械っぽいな。と言ってもパワプロ9の頃はこの程度しかない。そしてパワポタさんでも同じような立場で登場したが右投げになっており、設定のガバガバ具合が伺えるな。確かにガバガバすぎる。しかし、なんと10年の時を経てパワプロ2011にてアンドロメダ学園高校が実装された。この高校で大西の本名、過去、人格などが明らかになる。ということで2011の大西を掘り下げていくぞ。アンドロメダ学園高校は当初、安藤梅田学園高校、だったんだ。そうだったんだにゃ。でもそれで何か変化があるのかにゃ。安藤梅田学園高校は当初弱小校だったんだ。地方大会1回戦負けは当たり前、俺もこんな姿で登場していたんだ。にゃー、全然姿が違うにゃ。ガリガリに痩せ細っており性格もめちゃくちゃネガティブ。4方向の変化球を投げられるとはいえ見てられない能力をしているな。これは見てられないな。何もかも弱いな。メンタルも弱く能力も低すぎる。こんな人物がどうやってあんな最強の選手になったのかというと、大丈夫博士はパワプロ2011にてアンドロメダ学園高校の監督に就任。その時に大西を強化特訓しあっという間にこんな姿になったな。一体何があったんだにゃ。それからは大西も闘志のある性格に変わり、野球の練習を必死にしていたな。ちなみに大西のゴーグルは特注。特に深い意味もなくなぜか大西にだけ特別なゴーグルが付けられているな。なんでだにゃ、そこは突っ込まないのかにゃ。それじゃあ次に大西の大親友である山口との仲を見ていくぞ。山口とは帝王実用高校のエース。ある日彼らはとある病院で出会うことになるな。その病院で二人は意気投合しカフェで世間話。名前を言うことはなかったが、この出会いが二人を最高のライバルにしてくれたな。どんなエピソードがあるんだにゃ。ある日草野球の観戦に行った時偶然二人は出会い、急遽助っ人をすることになるんだ。その時に大西は捕手、山口は投手をすることになる。その時に大西は山口のフォークを補給。ただものではないことが分かった。そしてその草野球の試合は解消。そこで大西と山口は今度試合をする約束をするんだ。その時に山口から、野球人は本気の試合をしたら真のライバル、そして友達だよ、と言われる。だが名前を交わすことなく二人はそのまま別れた。そして時は過ぎ夏の甲子園。大西は帝王実用のエースの投球から、あの草野球の試合で投げた投手だということがわかる。そこで大西は加藤京子に電話。山口の肩の状態が悪いということを聞く。そんな状態で甲子園準決勝。アンドロメダと帝王の戦いが始まる。その試合に勝利することができれば、大西は遠回しに肩の怪我を治してからもう一度挑んでくることを伝える。山口はそのことを知り大学で肩を治すことを誓い、大西との最後の戦いを終えるな。その後に大西は中日ドラゴンズに育成選手として指名される。
もちろんプロ入りを承諾。山口が車でプロ野球選手であり続けることを誓うんだ。なるほどだなぁ。そんなシナリオがあったなんて知らなかったなぁ。過去作のパワプロシリーズをプレイしていると、この関係はめちゃくちゃびっくりすると思うぞ。確かにこれはびっくりしちゃう。それじゃあ次にパワプロアプリの大西を見ていくぞ。こちらはリメイクされたアンドロメダ学園高校に登場だな。リメイク版のアンドロメダ学園高校では自ら超特訓を受けることになる。ただし山口との関係はバッサリカットされているので、これ以上言うことはないな。なんだにゃ、それ。全然アプリの紹介になってないにゃ。ちなみにパワフェスのコンボイベントでももちろん山口のイベントは存在。二人で投球について語っているな。言い忘れていたが嵐丸という後輩の憧れとなっているのが大西だ。そうなのかにゃ。続いてパワプロアプリのイベントキャラである大西についても紹介させていただくぞ。通常の大西のイベントは人間の向こう側に向かうイベント。球威が全然衰えないフォームを作るイベントが存在するな。成功すれば人間の向こう側にたどり着くことができ、鉄腕の超特殊能力を狙うことができるな。それじゃあアンドロメダ大西のイベントはどうなのかにゃ。大西の別バージョンであるアンドロメダ大西は賭けみたいなイベントが多いな。鉄仮面というイベントでは表情を表に出さないようにする特訓をするイベント。成功すれば経験点と大ピンチのコツを得られるが、失敗すると主人公がブチ切れて短期の赤徳がついてしまうな。なるほど。と言ってもリスクがでかすぎるんだなぁ。ちなみに金徳イベントでは心の乱れをゴーグルで数値化することができ、ゼロならミスターゼロの超特殊能力を得ることができるな。失敗すると大ピンチかにゃ。赤徳がつく可能性はないみたいだなぁ。他にも2016パワフェスの決勝を務める、2011オープニングに登場する、実はマイナーなキャラに見えていろいろなところで活躍しているんだ。なるほど。勉強になったなぁ。以上で大西のキャラクター紹介動画を終了させていただくぞ。まさか帝王の山口と接点があるとは思わなかったなぁ。まあ、それはそうだろうな。なんせパワプロシリーズの山口と俺はパワプロのラスボス。この二人が知り合いだったの。って思う人はめちゃくちゃ多かったはずだ。これは過去作をやっている人にとって最高のプレゼントだなぁ。お前はどうなんだ、パワプロシリーズで信じられる仲間はいるのか。なぁ、いるようでいないような。エジプト大学に何人かいるにゃ。そうか。そいつらを大切にしろよ。わかったにゃ。それじゃあ今回はこの辺で終了させていただく。画面の前のお前たちもパワプロ2011をぜひプレイしてみてくれ。やるしかないなぁ。ということでこの辺で。お疲れだにゃ。